ちょっと予想です。本当に滞在3日間とかそんなレベルだから。これから、ま、これからね。いや、でも韓国行かれると嬉しいです。ありがとうございます。仕事じゃけけど。でも逆に言うとその仕事で海外に行く案件がありゃいいなと思うけど、けどあの旅行好きじゃけ、ただこう子供をモチーフにした、うん、あんまりこう遊びに行くような時間になってくるし、まあ、仕事と過去をつけて来年の頭あたりに発売しようと思ってる CD に全ての曲を入れる予定なんで、そうです、音入りますかね。あ、全然あのこれもまた発売できたら皆さんの皆さんに手に取ってもらえたら嬉しいと思います。もともとが笠岡出身なんで、結局さ、ランドワイドの1曲目もう今笠岡に住まれてるんですね。いろいろ帰ってきました。僕としてはやっぱそういう人は心強いというか、自分もフラフラしたけど結局最初は仕事を進もうかなと思ったから、周りを見るとやっぱ笠岡の良さっていうのより分かるし、そういう出戻ってきてある程度なんかやりたいなっていう人がなんかおのおのやってくれるようなとこならええけど、ね、どんどん減っていってるから夏の広空を、パン様のココスチュームのあれですごい頑張ってあるから、これは結構やっぱりそういうのが必要になるから、しかもあの、はい、世界から見てもあの漫画とかそういうのただね、ずっと住むとなると違う。